近年、子どもを狙った犯罪が全国各地で増加しています。連れ去り、暴行、殺害、その犯行は年々悪質なものとなっています。こちらは埼玉県さいたま市中央区、閑静な住宅街が立ち並ぶ大戸一丁目では、子どもたちを危険から守るための活動を行っています。各自治会で自治会長をはじめ、5、6人出ましてね、下校時の子どもを守る自宅まで送ろうという指示をやってます。このように全国各地の自治体では、子どもたちを守るさまざまな防犯活動を学校や地域の住民が力を合わせて行っています。しかし、防犯活動だけでは防げないこともあると小辻さんは言います。バラバラで帰ってきますんで、途中事故ることは再三あったんです。まあ、誰かに声かけられたり、知らない人に声かけられたり、待ち伏せ食ったこともあるようです。通学路として多くの児童が利用しているこちらの歩道橋、昼間でも人目が少なく、そして夜は暗く、不審者や痴漢が出たことから住民たちは不安を感じていたのです。子どもたちを守らなければならない、そんな住民の声を聞き立ち上がったのが、さいたま市議会井上議員でした。住民の方から不安の声をいただき、一緒に現地を確認させていただきました。確かに歩道橋の両脇は暗いので危険だなと感じましたので、私もさいたま市の方に早速要望を出しに参りました。井上議員はさいたま市に街灯設置の要望を出したのです。しかし、市からの返答は、設置場所につきましては民家からの枝が多く茂っていた関係で、その枝の処理をしない限りは設置が難しいという判断の声をいただきました。子どもの安全を守るためには、もう早く木を切って街灯灯を設置することが最優先だと思いまして、地域の皆様に ご協力いただきまして、一緒に枝を切らせていただきました。結果、2010年8月、地域住民と井上議員の活動によって街灯が設置されたのです。これはもう本当に子どもを守るためには、やはりこう暗いところをね、わざわざ明るくしていただくんですから、地域の皆さんの協力があればこそですからね、ありがたいと思ってます。はい、井上議員はその他、信号がなく交通量の多い道路に注意看板や、横断歩道を横断するときに使用する横断旗を設置するなど、子どもたちを危険から守る安全対策を推進してきました。市民の皆様の安心安全を守ることが私の使命であると考えております。そのためにも気軽に声をかけていただき、市民の皆様と一緒に安心安全のまちづくりをしていきたいと考えております。子どもたちの素敵な笑顔が見られそうですね。